試合時間10分経過、10分経過、残り試合時間5分。残り試合時間3分。12分35秒、勝者中野タム。これまで試合12分35秒、中野タム選手のホール勝ち。従いまして中野タム選手勝ち点4点となります。はい、
持ちだけ。いいですか、一回練習するよ。今日は練習あり、大丈夫。ビリーですか。汗がすごくて顔が4点ハイブスター。開幕戦が神谷との試合がああいう結果になっちゃって、正直ちょっとね怖いなって思うこともあったけど、でもあれがあったからこそ私は戦う理由ができた、戦う責任と理由ができたと思ってる。必ずファイブスターグランプリも制して赤いベルトも守り抜く。しばらくリーグ戦ないからね。まずは13日メーガン謎の巨人駆逐してやるよ。宇宙一きらめくスターダムの広島ビッグマッチ、スタバースプレゼンツファイブスタースペシャル in 広島サポーテッドバイソフトバンク、9月3日広島サンプラザホール。女神たちの激闘を見逃すな。スターダムで夢のタッグが実現、9月10日横浜武道館ドリームタッグフェスティバル2023。ファン投票で決まったドリームタッグ、一夜限りの異空間、全力で味わい尽くせ。スターダムが佐賀県に初上陸、9月17日佐賀市立諸富文化体育館ハートフル。宇宙一きらめくスターダムを生観戦できる千載一遇のチャンス、絶対に絶対にお見逃しなく。月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。